ディポネゴロもしくはディポネゴロは、オランダ領東インド支配下ジョグジャカルタの王子。王位継承問題からジャワ戦争を引き起こし、オランダへの抵抗運動の指導者となった。ディポネゴロの肖像が1785年に、スルタン家のハメンクブーの三世の長男として生まれる。母マンクカラワティは、パチタン出身の身分の低い愛称だった。ディポネゴロは、 政治に興味を持たず宮廷の腐敗ぶりを嫌悪し、イスラム学校に寄宿して、イスラム教を学び、民衆や家臣から慕われていた。1814年に、父が崩御するが、弟のジャロットが、イギリスのトーマス・ラッフルズの指示を得て、ハメンクブーの四世として即位し、リポヌゴロは長男であるにもかかわらず、王位を継承できなかった。1821年に、 ジャワ島一体に飢饉と薬病が広がり、ハメンクブルの四世が崩御する。リポヌゴロは弟の後を告げると考えていたが、イギリスからジャワ島を返還され、植民地支配者に戻ったオランダは、リポヌゴロの老いのハメンクブルの五世を大いにつけたため、再び即位は阻まれる。これらの政変と飢饉が重なった結果、リポヌゴロは1825年にオランダへの反乱を決行する。 モナスのディポヌゴロ像、ディポヌゴロとデコックの会見を描いた絵画当時、ジャワの王族や貴族は、ヨーロッパ人や家境に土地を貸し与え、その賃貸料で収入を得ていたが、オランダは直接統治を強めるため土地の賃貸を禁止した。さらにナポレオン戦争で疲弊した本国を建て直すため、増税を図ったことから、王族、貴族、民衆から反感を買っていた。 このため、リポヌゴロの反乱軍は広範な指示を得た。リポヌゴロはオジマンクブよミの助言に従いグアセラロンの洞窟に拠点を定め、カーフィルに対するジハードを掲げた。また、スラカルタのイスラム指導者、キアイマジャもリポヌゴロに合流した。オランダ軍は、不評、騎兵、砲兵で、リポヌゴロ軍に対処したが、ゲリラ戦の野衆を仕掛けられ多くの町を奪われ、 ジョグジャカルタも占領された。さらに、梅雨の時期になると、マラリアやセキリが蔓延したため、オランダ軍の士気は低下し、リポヌゴロ軍に停戦を申し入れた。オランダ軍は、リポヌゴロに5万ギルダーの懸賞金をかけて、捕らえようとすると同時に、停戦中に存落にスパイを放ち分断を図った。しかし、オランダへの反感は根強く、オランダに願える損落はなかった。 オランダ軍は1826年に東インド副総督に就任したヘンドリック・メルクでコックの指揮下で体制を立て直し、要塞の建設と兵力を増強することでリポヌゴロ軍に反撃した。兵団を抑えられたリポヌゴロ軍は劣勢に転じ、1829年にはキアイ・マジャがオランダ軍に捕獲され、オジマンクブーミと指揮官、セントット・アリバシャも降伏した。 1830年2月20日、リポヌゴロは、オランダ軍と交渉に応じ、2月28日に、マゲランで、デコックと会見する。リポヌゴロは、スルタンの下での自由とジャワ全土における、カリフの地位を求めるが拒否され、デコックは即時停戦を求めるが拒否している。リポヌゴロは、オランダ軍の待ち伏せに相捕獲され、ウンガランに連行される。デコックは、ジャワの貴族たちに対して、 リポヌゴロが要求を減らさなければ他の措置を講じるしかないと事前に警告していた。連行されたリポヌゴロはその後はスマランに移送され軍船ポルックス号に乗せられ4月5日にバタビアに移送され市聴者に投獄された。東インド総督ヨハネス・ファンデン・ボッシュは処分を保留したが4月30日にリポヌゴロと反乱の指導者を マナドに追放することを決定した。リポネゴロは5月3日にマナドに移送され、1834年からはマカッサルのロッテルダム要塞に収監され、1855年に同地で死去した。リポネゴロは9人の妻と結婚し、12何十条、儲けた。息子たちのうち数人は戦死し、生き残った4人の息子はアンボンに追放された。息子たちは、 ハメンクブルの旧世の時代に恩赦が与えられ、帰境が許されている。娘たちの子孫はそれぞれジャワ島、スラワシ島、マルク州、オーストラリア、サウジアラビア、セルビア、ドイツ、オランダで暮らしている。リポネゴロが描かれた1ルピー紙幣、リポネゴロはオランダ植民地支配の抵抗運動指導者として、尊敬を集め、1973年11月6日に、 インドネシア国家英雄の称号を授与されている。また、彼の功績を称えるパンゲラン・ディポヌゴロ記念博物館がジョグジャカルタ市内にあり、海軍のシグマ型コルベットやディポヌゴロスタジアム、ディポヌゴロ大学など彼の名前を冠した建物や銅像も多く存在する。2013年6月21日には、ディポヌゴロの変年史がユネスコの世界の記憶に認定された。これは、 リポルゴロがマナドに追放されていた1832年から1833年にかけて書かれた自伝的書物である。ありがとうございます。